カステーダフェルスは、スペイン・カタルーニャ州バルセロナ県、バッシュリュブラガート郡のムニシピ。バルセロナ都市圏に含まれる。2014年の人口は63,255人。カステーダフェルスの、海岸バルセロナの南西2 0トルにあり、バルセロナ都市圏に含まれる。すぐ北には、カタルーニャ海岸山脈のガラフ山海があり、ガラフ山海には、ラムレイリアなどがある。 バルセロナ側にはガバ、ビラダカンス、サンボイダ・リブラガート、アルプラダ・リブラガートなどの自治体があり、タラゴナ側にはシッチェスなどの町がある。地中海岸では北東側でガバと南西側でシッチェスと接している。5キロメートルに及ぶ長いビーチで知られており、多くの著名なスポーツ選手の居住地となっている。夏季にはバルセロナなどから多くの観光客がやってくる。 1982年のバルセロナオリンピックの際には、カタルーニャオリンピック運河が建設され、カヌースプリントが開催された。2000年に発見された、小惑星の72037キャスタルデファルズは、この町の名称が由来である。カステーダフェルス城1979年地方選挙では、アグスティン・マリーナ・ペレスが、スペイン1978年憲法下で、 初の市長となった。1979年から2011年までは、左派のカタルーニャ社会主義者等が姿勢を担ったが、2011年選挙では、右派の国民党が初めて第一党となり、国民党のマヌエル・レジェスが市長に就任した。2015年には左派による選挙後協力が行われ、環境主義のカタルーニャ緑のイニシアティブから、カンデラ・ロペスが市長に就任した。 カステーダフェルス工科学校は航空工学や電気通信技術 F などの高等教育を提供している。バルセロナイギリス人学校もある。公立の初等学校は10校、公立の中等学校は3校ある。カステーダフェルス駅市街地のすぐ北側にはガラフ山階が迫っているため地中海沿いの狭い場所に市街地が形成され、高速道路、4車線道路、 鉄道路線などが通り交通の要衝となっている。道路には高速道路の C-32 号線や、C-31 号線や C-245 号線などの4車線道路がある。バス路線としては、バルセロナ行きの路線が3路線、バルセロナエルプラット空港行きの路線が1路線、サンボイダ・リブラガート行きの路線が1路線ある。自治体内には3ビセンスだ。 カルデルスとバルセロナ方面のマサネット・マサネスを結ぶ、レンフェの二号線が通っており、自治体内には、カステーダ・フェルス駅とプラツァダ・カステーダ・フェルス駅の2駅がある。コルネラー・デ・リョブレガートとカステーダ・フェルスを結ぶ、鉄道路線が建設中である。2010年6月23日には、プラツァダ・カステーダ・フェルス駅で、カステーダ・フェルス列車事故が起こり、12人が死亡して14人が、 負傷した。駅から200メートルにも満たない場所にあるビーチで、聖ヨハネの前夜祭りが開催されており、エクアドル人歌手のルベンデレイが主催するコンサートが行われていた。駅のホームは混雑していたため、一部の若者らは歩行者用の地下通路ではなく、線路を横断して別のホームに向かおうとしたが、そこに急行電車が時速135キロメートルで入線して、 若者らを跳ねた。24台の救急車と15台の消防車が出動し、負傷者をバルセロナ都市圏にある3病院に運んだが、最終的に12人が死亡して14人が負傷した。犠牲者はルーマニア人1人を除く全員が南アメリカ出身であり、大半がエクアドル人だった。スペインでは2006年7月のバレンシア地下鉄脱線事故以降で、 最悪の鉄道事故となった。事故後に路線は閉鎖され、翌日6月24日の12時30分に運転を再開した。ありがとうございます。